こんにちは、エバツタケです。今回は、身近な人にイライラするときはというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは誰かと心理的距離が近くなればなるほど、その人の影響を受けやすくなります。例えば、全く知らない人が自分と違う意見を持っていたとしても、それほど動揺することはありません。しかし、 恋人や友達といった身近な人から反対意見を言われると、イラッとしたり、え、そうなのとショックを受けることがあります。私たちが健全な心を維持するためには、自分の考え方は正しい、自分のやっていることは正しい、とある程度信じる必要があります。常に自分の考え方は間違っているのではないか、自分のやっていることは間違っているのではないか、と不安を感じていたら、 自分で考えて自分で行動を起こすことができなくなってしまいます。私たちは生きていく上で自分の正しさを信じる必要があります。だから自分と違う意見を持っている人がいると私が間違っているのかもしれないと不安になります。自分は正しいと安定していた心が正しくないかもしれないと揺さぶられてしまうのです。ではなぜ 全く知らない人より親しい人に反対意見を言われた方がより心が動揺するのでしょうか。それは自分の身近な人とは意見が同じに決まっていると思い込んでしまうからです。また同じ考え方をすることが仲のいい証拠だと信じている場合もあります。私たちは仲がいいから同じ考え方をするに決まっていると思っているから相手から違う意見を言われるとびっくりしてしまいます。 自分の意見が賛同されるのが当たり前だと思っているから反対意見を言われると何か裏切られたような感じがしてムカついてしまうのです。しかし人間は一人一人違う存在なので人それぞれ違う考え方をするのが当たり前のことです。全く知らない人でも恋人や友達でも自分と違うのは当然のことです。身近な人とは他の人より一緒に過ごす時間が多いので 考え方や価値観が似てくるということはあります。しかし、それでも全ての場面で意見が一致することはありません。同じ考え方をすることが親しくなる条件だと思っていたら、誰とも信頼関係を築くことはできません。なぜなら、人はそれぞれ違うので、考え方も人それぞれ違うのが当たり前だからです。大切なのは、自分と違う他人を受け入れる姿勢でいることです。 私は生きていくために自分の正しさを信じる必要がある。だから相手も自分の正しさを信じたいはずだと理解することです。信頼関係を築くとは同じ考え方をするようにお互いを修正することではありません。お互いが自分と違う相手を尊重することで、この人なら本当の自分を見せられると安心することができるようになります。人はそれぞれ違うものです。 親しい人でも自分と違うということを忘れないようにしていきましょう。そうすれば身近な人の言動にイラッとしたりショックを受けることがだいぶ減るはずです。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったらいろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。